ラジエーター。ラジエーター。この流れ。はい。これは G で。これは G で B。B のラジエーター。うん、で、このタンクが幅がね大きくて厚いのね。うんうんうん、でこっちのコアはそれに対しては狭い。はい。はい、でこれはタンクの中がバーって満たされて、うん、全体的に下に向かって流れてる、うんうんうん、で下のタンクで集まったものがここから流れるの。なるほど。例えばコアがこの厚みのまま、こうだね、タンクがこの厚みのままコアだけ厚くすると、はい、こっから入れてるのがチューブのこっちまでいかないの。こういう風に流れていっちゃう。向こう側は全然使われない。そう、この辺は停滞しちゃって絶対温度後から上がってくる、うん、サーモラベルってこうやって間に貼り付けたり、あーなるほど、もしくは非接触のセンサーで見てると分かるんだけど、エンジンかけて水温が上がってる間こっちからまず熱くなって、うん、こっちの端とこっちじゃ全然中のチューブの流量が違う、うんうんうん、だからこれの場合でもタンクは一旦膨らんでるけどここで下げてるよね。これがこの高さのまま行っちゃってて、タンクがたとえ仮に大きくてもまんま行っちゃってるやつなんていうのは非常に具合が悪い、うんうん、あ、こっちの方が下がってるってこと。そう、こっからこういう風には流れにくいの分かるよね、うん、道のりで行ってね、はいはい、わざわざこっちまで行ってこっちはそっちだって極端な話、熱の変異か、ふわふわつとか引く力がどっかでなければそっちに回る必要とか回らないし、ね、両方にアウトレットがあれば回るかもしれないけど、ね、こうは流れない、うん、それをなるべく少なくするためにタンクを大きく、それに対してコアを薄くなってる。だからね、あのでそっちが VAB のやつですか。そう、こっちがノーマルなのね、うん、ノーマルはこの厚みに対してこんな薄いのね、うんうんうん、でね、この薄っぺらいラジエーターに負けちゃう社会のラジエーターとかたくさんあるんだよね。そう、どことは言わんけど。そう、だからいいですか、タンクとコアの厚み、このタンクとコアの厚み、この差がある程度あることがとっても重要なんです。みんなね、これ入れば全部同じに流れんだろう、でもラジエーターの絵とかそんなこと書いたんだけど、うん、そんなことないんで、ある程度水温が上がってったら何か変わることがあるんですかね。サーモスタットで制御されちゃうからそれほど温度差は出ない。あ、そうですか。でもそこからガンって走らせると熱交換を一生懸命するのはこっち半分なんだ、うん、でもチューブがあるでしょう、こういうふうに、だからこのチューブを通ったのはタンクのここを通ってくる、ここからこっちに進んでこのチューブを通ったものがこうなると。わざわざ遠い方なんて行かないのよ、滅多なことでは。それをタンクがうまく処理してくれる。だからね、もしね、例えばアルミタンクなんかで、自作したけどうまくいかなかったら、ちょっとここのこの辺まで増やしてやるとか、高さが制限があるんだね、ここ厚くしてやるとか。それはその今タンクって言うと、うん、その左手、桑原さんの左手の方がちょっと薄くなってる気がするんですけど、はいはい、これですね。そうですね、薄いです。ここにインテグダクトが来ちゃうんで、あ、それはいわゆる物理的な問題なんですね。そう、水込みが来ちゃうんで低いんですよ、うん、こっちは高い、うん、これ例えばね、最大流量じゃないんでちょっとデフレクターつけてやるだけでもいいと思う。あそこにね、こっちへ振ってあげるような感じ。ただね、一つあれなのは、つけて走らせろよ。走らせもしないで、うちのは高性能ですと持ってきたって誰も買うかと思う。そっちか。走らせる、そっち。走らせてテストして、良かったからこれを売ろうなら分かる。初立て出しちゃダメなんだよ、スバルの時な。多すぎなんだ、どこも。だから、僕らはね、でも、この GD のノーマルのラジエーターで、550とか600馬力ぐらいまで、まあ、オイルクーラーなんかも使ってるけどクリアしてる、まあ、オイルクーラーも使ってるところは大事ですよね。そう、だから純正でもいいやじゃなくて、うん、純正のこれがね、今のところ僕のどれ使うっつったら、ああ、じゃあ GD の純正っていう感じ。なるほど、うん、じゃあいいものが出てくれば、そうで、あの、買うかも。純正の安くて
お手軽な癖してこいつなかなかいいんだよというのとは違うのね。73,900円ですから、ラジエーターの中では高い方。うん、そうですね。そう、あとは大事なのはよくね、純正贈答品って売ってるのがあるけど、あんなもん1万5000円か2万円ぐらいなんだよ。でね、このコアの材質が違う。コアに切ってあるこのルーバーフィンってカットが入ってるね、その角度だとそういうのも全然違う。だから、今のマリリンカルソニック完成、はい、が今僕の知る限りではベストだと思います。はい、純正ですけど、しょっぱい箱に入ってきますけど、今回のスバルスタイルではですね、この先ほど入ったオイルの話も含めて、風と水どうやってやると、なんかその風と水ですね、風と水ですね、のなんかチューニングのメソッドについてですね、ちょっとお話をしようと思います。EJ20 まだまだ盛り上がりますよ。じゃあオイルくらいやる。